戸田和明は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、徳川氏の家臣、近江大名津藩主、同瀬瀬藩初代藩主、大垣藩戸岳初代、多部戸田氏の戸田子皇の長男。一西を外する大垣藩主戸岳は、戸田子宗家の支流だが一西の第二はすでに独立し、別家となっていたと言われ、宗家とは別個に徳川氏のもとに指向し、 べっけめしでを受けたと推定される。また、一日の羊を、実は、竹からの養子だとする説もある。和明は、三河国吉田生まれ。A6 年間、三河国厚見郡多兵衛地域を領していたとされ、吉田白税務の頃には、徳川家康に仕え、その三河府代の家臣となった。天正3年15位下根目星を除任。 天正十八年の小田原征伐に参陣し、伊豆国山中将を攻略した。同年、家康の関東維持に従い、武蔵国く次来に五千国を賜う。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、徳川秀忠軍に従って、品の上田城の真田正幸を攻めた。この時、上田城攻めにこだわる秀忠にただ一人反対した、ことから後に、家康に称された。 秀忠の関ヶ原地産について、家康は大いに怒り、周囲の者は皆勇めなかったのかと言ったと言い、和明は自分が勇めたが受け入れられなかったと述べた。家康は今後は、和明の言うことを用いられるようにしたいと言い、自ら祭を取り一日に授けた。和明はこれを受け官類にむせたという。慶長6年2月、家康の命による大見国税税の築城を成し遂げた。 公席により、同地に三万国の所領を与えられ、ゼゼ藩を起こした。和明は、藩政安定のため、元の所領であった武蔵川越から、ビワコに、ビワコ在来種より、大型種のシジミ貝を移入させ、この、暮れないシジミの量を奨励した。赤シジミは、ゼゼの特産品となり、一日の通称であるサモンにちなんで、サモンシジミもしくは、セタシジミと呼ばれるようになり、 しじみじるは、京都で鎮長された。慶長9年に死去。去年62。死因は、落馬によるものと言われる。あと、長男の私鉄が継いだ。大正6年11月17日には、十三味を追蔵された。なお人に死以下、代々の子孫は、大垣の徳こ葉神社にて祭人として祀られている。ありがとうございます。